私たちと同じくマグダラオスを追った古竜。
無事だったな。古竜を喰らう古竜か。面白いやつだったな。はい。そんなモンスターがいるだなんて、新大陸に来るまで思いもしませんでした。やつは膨大なエネルギーを求めてここにやってきた。言ってみりゃこの地を乱した一本の矢だな。なるほど。
物が排除された今、古竜たちの動きも収まるだろう。本当によくやった。じゃあ戻るか。どうした？はい、気になることが。そもそもどうしてここはこんなにもエネルギーに満ちているのでしょうか。古竜を集め救わせるほどのエネルギーが自然に発生するとは思えないんです。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。竜を捕食するネルギガンテの出現、奴が竜結晶の地に入り込んだのをきっかけに、そこに住まう古竜たちが活動を始めた。ネルギガンテを討伐すれば事態が収まるかと思われたが、その気配は一向に見られない。現在、森や荒れ地、そして正気の谷で古竜の痕跡を頻繁に発見できるまでになっています。分析したところ、少なくとも3体の古竜が存在していますね。探せば他にも存在するかもしれません。古竜、国でも数多の種類が確認されている。いずれも天才と言われるほどに強大な存在だ。確かにこの上なく危険な相手ではある。調査団としてこの調査の機を逃すのは愚の骨頂だな。あんたならそう言うと思ってましたぜ。よし、調査班を中心に古竜の痕跡を集めよう。奴らの居場所を探り出し調査するぞ。では3体の調査にあたり、それぞれ責任者を立てる。指南役古代樹の森の調査はお前が中心となって行い、大蟻塚の荒れ地はお前に頼む。正気の谷は三騎団に力を借りよう。調査班はこの3人の指示に従い動いてくれ。古竜の痕跡を
十分に集めた後は生態研究所への報告を忘れるな。以上、解散。面白くなってきたな。そういうわけだ。またな。おっと、古竜たちの動きが収まらないとくれば、これは調査しないといけませんね。いざ！